はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の図形シリーズ第43弾やっていきましょう。で、問題が3問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、画面下げますので、お待ちください。 おなかなかいい感じですかね。では、参りましょう。で、まあ、よくある長方形とかこう折り曲げるタイプの問題ですね。で、今回やってることは、ちょっと今、点線じゃなくて、実線にしちゃいましたけど、この部分、ここを、まあ、折り目にして、折ってます。いつか、折った形。では、図2ではね、折ったやつを戻してるんですけども、まあ、こういう形になっていて、で、分かってる長さが、えー、ここ。 AB。ここが10センチです。10センチ。で、あと AF。ここが4センチ。ここ6ですね。4、6と。まあ、これは分かっている状態で行くんですが、まず一番は照明から参ります。で、どこの照明かっていうと、ちょっと書き出しました。この左の三角形と右の三角形。で、実はですね、この、えー、形の照明結構出てくるんですよ。もしかしたら今まで皆さんがずっとね、数学の問題いっぱい解いてきた中で、どっかでは出会ってるはず。 っていうくらいよく出てくる。で、特徴としては、ここが90度です。今ここ90度ね。なぜかっていうと折り、折り曲げる前ここだから。これ90度でしょ長方形だから。だから折り返した後のここも90度で。で、こうなった形。まあ、この左の三角形と右の三角形は必ず相似になります。なるんです、これ。で、どうやっていくかっていうと、まず、ここね。 これはまあ長方形なんで、両方90度じゃないですか。だから一組目の角度はゲットできますと。で、もう一個どこかっていうと、ちょっとちっちゃくてね、申し訳ないんですが、こことここです。今回対応しているの AEF と DCE なんで、AEF と DCE ですからね。だからこことここが対応してるんですが、その赤,あと赤丸の部分は同じです。 で、これをどう持っていくかっていうと、例えばこっち側行きましょうか。こいつ。これはですね、今、直線上、ちょっとこう書き出しますね。直線の、まあ今下にしちゃいますが、ここって180度ですよね。180度から90度ここで使ってるんです。で、こ、こいつがね、いい仕事するんですけど、三角形と CED か。こいつ。こいつがいい仕事してて、 90度ここで使ってるから、まあ、残り90度なわけですよ。180から90使ってるから。つまり、こいつって90度から CED、この子を引いたものになりますよね。90度使ってるから、残りの90度からこの子も引いてあげれば赤丸残りますよねっていう。OK ですかで、これ、右の赤丸も同じことが言えます。なぜかっていうと、ここ三角形ありますよね。 三角形の内角は180度です。輪はね、全部で180度。同じように、90使ってるんですよ。だから、残った90 <laughs>。ごめんなさい、つまっちゃった。90から、この CED を引いてあげれば、この子も同じように書けますよねって。だから、一緒だよねっていう。で、そうすると、ま、相似なので、二組の角度がそれぞれ等しいが言えればさ、もう相似条件発動できますから、それで終了。 という流れでございます。あとは文字起こし。言葉にしていけばいいと。では行きましょう。えー、掃除、えっ、ー、と、証明。なので、まず宣言から行きます。今から自分はこの三角形についてやっていきますよって。まあ、それは結論見ればね、わかるので、この子とこの子を書きますと。で、いつも言いますが、宣言するときに掃除マークとか合同マークを書いちゃダメですよ。まだ言えてないからね。今から三角形 AEF と、 えー、DCE についてやっていきますとちょっともし範囲内んででにしますね三角形 AEF と三角形 DCE でこいつらですでまずはこの90度分かりやすいんでね、まあ、長方形を使っているからだから、まあ、長方形よりでもいいですが一応長方形 ABCD よりこことここは90度ですよねって角 EAF イコール EAF、まあ、これ見るか EAF だから CDE だね。書く CDE。今回特に必要ないんですが、一応90度も書いておきましょう。別に書いてバス食らわないから。これ1番ね。1個目のアイテムです。じゃあ残り2つ、さっきのやつ書きましょう。でこっちの赤丸からいくと、ここが90度っていうのは一応書いた方が良さそうなので、書く、えー、FEC。ここね。 こうこ FEC のこれが90度だから、この赤丸の部分、角 AEF か。AEF は90度から角 CED を引いたものって書けますよねって。さっき言ったやつです。この赤丸はこうやって書いていいですよねって。で、次右下の赤丸行きましょう。で、こいつは三角形の内角が180度だからってことが使いたいので、三角形、 CDE のえ内角の和は180度より。ま、ここまで丁寧に書かなくてもいいかもしれないけどね。ただ一応、書く、これ対応させたいので AEF でしょ ?AEF だから CDE か。嘘、DCE だ。書く d c ここね。DCE は同じく90度から書く CED 引いた。 ものですよねってほら右側同じじゃないですかじゃあ左側も同じですよねってことが言いたいだから2番3番より23より、えー、角 AEF= 角 DCE 今言ったこの左側ねこの赤丸が一緒ですよが言えたわけ。 で今回、掃除条件で使いたいのは2組の角度です。どこかっていうと、1番と4番。これが掃除条件を発動するときに使うアイテムになるので、1番と4番より、ここで条件書きましょう。ちょっとお時間いただきますよ。2組のえ角が、それぞれ、 しいのでこれで掃除条件を書いたから最後の結論というか掃除の部分やっと書けますと三角形、e、ここで初めて掃除マークが書けます AEF 三角形 DCE とこれが結論だからね今回これで証明終了となります多分掃除のね証明の時にいつも言ってるかもしれませんが、まあ、掃除条件他にも2つありますあの辺の比使うやつね ただ、9割以上は受験出てくる掃除の証明って、2組の角度で攻めていくものが多いので、まあ、それでいくんだろうなと思って、ぜひやってみてください。で、あと、この形はもうすごく有名なので、折り返してきて、ここが90度の時ね、の時は、これを使うと確実に証明できますから、ぜひやってみてください。では、2番いきましょう。2番はここです。AE の長さを求めたいと。で、ちょっと次のね、問題で。 あそこ使いたいたので1回書き出しますねでここは結論から言うと三平方の定理を使っていきます直角三角形なので,でここ 4cm って分かってるここは x で分かってないでここが分かればさ揃うじゃないですかで分かんねえかなここ fe 何かなって思うんですけどまあ折り曲げる問題で王道のやつ折り曲げる前と折り曲げる後 は対応すするから辺の長さ一緒ですよねって今、この部分 EF っていうのは BF ですよね。戻すと。だから当然ここも6です。つまりここ6センチ。ってことがわかるから、あとはもう三辺方の定で解いていきましょう。斜辺の2乗、6636イコール残ったものを2乗して足しましょうと。2乗イコール2乗足す2乗ですね。で、これまとめていくと、X2 乗イコール20。 えー、二次方程式。二乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。で、ルート二0っていうのは、えー、二ルート5。ですね。こうなる。ただし、長さです。x は。千分です。長さにマイナスはあり得ないので、ちゃんと書くと、x は正だから。正より、x、ま、あ x というか今、なんだっけ。ae か。ま、あ x イコール ae にしとこう。ae イコール、 2ルート5センチメートルでこれで2番は終了となります。ちょっと赤で書いておくね。ここ2ルートのです。この後も使います。さあ3番ボスがやってきました。ちょっと1本足さなきゃいけないんだよね。ここ事故りたくない。いきましょうか。よいしょ。こんな感じかな。でここが G になります。ここが G。 で、今求めたいのがですね、四角形 BGEF です。どこかっていうと、かなり複雑な形をしてて、BGEF。ここの面積を求めたいですね。で、例えばここが平行になってれば台形になるので、台形で攻められるかなとかって思うんですけど、それができないと。で、複雑な形を求めるときっていうのは、もうパズルゲームです。パズルでやるしかない。 公式が使えないからね。じゃあ、こいつをどうパズルにするか。で、パズルのやり方は2個あって、この求めたいもの自体を切って分割するパターン。例えば、FG をここ結んで、結んでね、ちょうど、この真横と同じ平行になった場合、綺麗な三角形2個になるから、求められるかもしれませんとかね。中を切って分解するパターン。と、あとは、おっきなパズルから抜いていくパターンです。で、今回は後者を使います。校舎。 で、どこを抜いていくかっていうと、ちょっと黒で書きましょうか。まあ、こう、長方形なので、わざわざ対角線で切ってるからね、今ね。だから、大きな、長方形の半分である、A、B だった。A、B、D か。ここです。ここ。これをまず出す。これ出せるからね。ら長方形の半分だし。で、そっからくり抜いていく。引くことの、まずここ行こうか。 えーと AEF だってこれはもう出せるよね。ここ2ルート5って分かってるし底辺かける高さも4って分かってるからすぐ出せそうだと。でもう一個引かなきゃいけないのがこいつです。E と、AD、と D G かつまりこの、えー、と長方形の半分であるこの大きな直角三角形からこいつとこいつをパズルみたいにどければ。 赤残るよねっていう。この作戦でいきます。いいでしょうか。じゃあ、求めていきましょうと。で、どっか、まあ、これはね、もう変と線分の長さをいっぱい使っていくので、わかるところをどんどん出すしかないと。じゃあ、どこ出しましょうって言ったときに、まあ、ここ今10ってわかりますよね。で、今、1番でわざわざごえっと、掃除のね、証明さしてるんですよ。だから、それを使わない手はないわけです。で、ここ欲しいっすよね。絶対に。だってこいつの底辺になるわけだから。 そこ欲しいな出せねえかなって考えたときに、こいつとこいつ、おっきいのね。これがもう掃除ってのは一番で証明してるので、それを使っていきましょうと。じゃあ、ここをちょっと X にしましょうか。X ってして、ここ対ここ。いいですか ?4 対2ルート5。ちょっとこっちでいきます。4対2ルート5イコール、X 対10ですね。X 対10。で、なか,なか外外やると2、2ルート5。 x イコール40になります。で、x イコール2ルート5分の40になる。ちょっとや、先に約分して20にしちゃいます。え、ルート5分の20。で、有理化が必要なので、ルート5とルート5を掛け算すると、下が5になるよね。えっと、ルート、同じものかけるとルート外れるんで。で、5になって約分するから、ここは4ルート5となります。つまり、こいつは4ルート5ってことが分かりました。 もっと言うと、まとめると6、6ルート5も分かりました。ここがね。2ルート5と4ルート5足してるから。さあ、そうするとですね、ここは出せる。で、ここも6ルート5。こいつの長さも分かって、ここ高さ10だから、まず出しちゃおうか。こいつは底辺かける高さ割る二すると60、60ルート5割るから30、30ルート5って分かります。面積が。もう出せました、こいつは。OKOK、OK OK。で、こいつも、 え、底辺、2ルート5かける高さ4割る2だから、4ルート5。ちょっとこうしとこうか。こいつも4ルートも分かってる。あとはあいつなんです、最後。で、今、底辺はゲットした。4ルート5ね。あとは高さが欲しい。ここです。ここが出せるかどうかです。で、高さっていうのは当然こっから垂直に線を引いたこいつですよね。で、ちょっとここまで引かせてください。意図的に。 で、ここで注目してほしいのが砂時計です。砂時計。今、ここに砂、俺が勝手に砂時計型って言うんですけど、砂時計の形ができてます。ここ。あって、ここはす、えっと、平行だからね。で、砂時計の形っていうのは、上の三角形と下の三角形は絶対相似になります。まあ、ざっくり言うと、平行だから、錯覚同じだから。まあ、体調角も一緒だけどね。全部の角度一緒なので、相似条件発動できると。つまり、こいつとこいつは相似なんです。こいつとこいつね。 掃除になってる。で、しかもこれ、掃除比が今分かるんですよ。なぜかっていうと、上4ルート5。下6ルート5なんですよ。4ルート5対6ルート5。ちょっと君もう使わないからごめんなさい。消しますよ。4ルート5対6ルート5。これ6ルート切っちゃっていいから、4対6。つまり2対3です。いい掃除比は2対3となっております。で、ここでポイントなのが、これが2対3ってことは、当然ね、 ここの辺も2対3。2対3になってるし、ここも2対3になるんです。これ。これなんでかっていうと、この砂時計になってる時、例えばどっかの斜めで引いてもそれも2対3になります。なぜかっていうと、ここの三角形と、ここの三角形、ちょっと直角入ってるけど、砂時計ですから。この形また。だから相似なんですよ。で、 こことここが2対3なんだから、当然こことここも2対3になるんです。そう。手が使えるの。で、じゃあね、今欲しいのはこの高さなんです、ここ。で、これは、ちゃんとね、解いてもいいんですけど、も色が、色がでね、切りますね。ここ2対3です。で、今、これ全体は10センチなんですよ。ここ10センチだったでしょ で、10センチの中を5個で分けたうちの2個分なんです。で、これ、出し方があって、ここは、10センチに5個分の2個を使いますよって、こうやって計算します。あ、ちゃんと比でやってもこれやることもできるんですけど、これ楽なんで覚えちゃってください。10センチっていうものを5個に分けたうちの2個分だから。だから、12、5、5分の2をかけると。で、これ計算すると、4ですよね。約分して。 つまり、ここの高さは4センチっていうことが、これで分かりました。だから欲しかった情報は全部揃った、これで。ね。で、ね、あとはもう丁寧に計算していくだけです。まあ、左に行はね、三角の面積出してるから、あとはこいつ。出しましょうか、もうインクやわ。底辺4ルート5かける、高さ4かける、三角形が二分の一すると8、8ルート5となります。なので、じゃ赤だったね、ここは。 まとめると、えー、30ルート5こいつね引く一番ちっちゃかった三角形4ルート5から今出した8ルート5を引けばいいのでこれ12だからまとめると18ルート5で面積だから平方センチメートルとはいくそー <laughs> 入ってなかったちょっと下げるよごめんなさいねはいこれで終了となります 正直言って3番は、えー、初見でパッと見、なかなか難しいところはあるかと思います。でも、えっ、ー、とね、大事な要素がいっぱい詰まっているので、ここ、えっ、ー、と、2番までは、もうどんな子も絶対復習してください。頑張って復習して、ここはできるようにしてほしい。3番は、えっ、ー、と、みんなが目指しているところとか、取りたい得点源、数学をどれくらい取りたいのかっていうところによって、まあ、復習するしないは任せるんですけど、まあ、大事な要素がいっぱい入っているんですよね。例えば、その面積を出すときに、ね、パズルって言葉を使いましたけど、 大きなものからくくり抜いいいててて出していくっていうスタイルだったりとかやっぱこれねこの砂時計型は本当によく出てくるからでそっからうまくこう切り開いていくこうやってね高さが欲しいからでここも同じ2対3になるよねみたいな。でそれがねよく他の問題でも使う知識にはなりますのでよかったら3番まで是非ね復習してもらえたらと思います。では、えー、今回はね高校受験対策の図形シリーズ第43弾やらせていただきました。今回の授業はこれでで終わりますす以上です ありがとうございました